沼尻の合戦は、1584年の5月から8月に、かけて、ご北上主人営と佐竹氏、宇都宮主人営の間で行われた合戦。この合戦の最大の特徴は、北関東連合軍側が当時最新兵器である、鉄砲を8000丁以上用意したという点である。その数は3000丁用意した、長篠の戦いを上回っている、本能寺の変直後、 後北条氏は1582年7月の神田川の戦いで滝川一正を破り、上野から信濃まで勢力を広げたが、天正神後の乱において徳川家康と講和し、信濃から撤退した。この講和条件に、上野は北条の切り取り次第とあったことから翌1583年、北条氏直は北条高弘を馬屋橋に攻め、 五法城氏は、北部の真田正幸領を除き、上野をほぼ制することとなった。佐竹義重、宇都宮国津なら北関東の諸領氏はこれに、危機感を覚え、当時法上方であった。由良く重、長尾明長兄弟を、調略、由良長備領氏は1584年1月9日、北条法の富岡秀隆を小泉城に攻めた。翌1584年4月4日には、 佐野宗綱も小泉城を攻撃したが、北条氏は小泉城の救援に向かうとともに、長尾市の拠点であった足利も攻撃した。一方、佐竹義重、宇都宮国綱は4月に宇都宮城を出陣し、1575年頃から北条方となっていた小山城の奪回を目指し小山を攻撃した。戦線は上野 下付両国の南端部に東西に細長く広がっていたが、北条方の目的であった小泉城近辺と、佐竹、宇都宮方の目的であった小山城近辺の中間となる沼尻で両陣営が激突することとなった。両陣営の兵力を最も少なく伝える、軍記物、古崎お行崎先木垣には、北条陣営3500機、佐竹、宇都宮陣営3000機と記載されている。 双方5月初旬には、沼尻に着陣し、陣城を構えたが、決め手となる、大きな戦闘もなく、長陣となった。今宮再四六には百頭家の長陣とある。この間、両陣営は、敵の後方各乱、遠行近郊に努めていた。織下も1584年は、橋場秀吉陣営と、徳川家康、織田信夫陣営の間で、小牧、長久手の戦いが行われていた。 佐竹、宇都宮領氏は、秀吉と頻繁に連絡を取り合い、上杉影勝は、秀吉の命により品の出兵をし、北条氏を牽制している。一方、北条氏は、千年の家康との講和を発展させ、対、秀吉の公主同盟を結んでいた形跡があり、事実北条氏は、本勝戦の直後に、小牧、長久手の戦いに参陣しようとした動きがあった。北条氏はまた、 梶原雅景に、調略の手を伸ばし、佐竹氏は、本拠地との連絡を立た,たれる恐れが強まった。8月20日、北条氏が調略を行い、港は広照らを寝返らせ、佐竹、宇都宮陣営の退路である、岩泉村の岩泉陣城を落とした。これを契機として、双方の後輩地での動向もあり、両陣営館で、講和の動きが進み、8月27日に講和が、 成立し、翌日には退陣となった。講話の内容は不明だが、由良町備漁師による小泉城攻撃以前の状況に戻すというものであったと推察されている。合戦自体は引き分けであったが、戦後処理は、北条氏の優勢に推移した。梶原正影が再び、佐竹氏に服している一方、由良町備漁師は、北条氏に攻められ、年内に降伏、所領を没収され、 被赦山城などへ移動されるなど、従来の勢力圏を復活するため双方が行動した。この事態に対して、佐竹氏参加の国衆である真壁ベシは激怒して、佐竹義重に対して、手抜けのすり、前代未聞、有リと激しく攻める書状を送りつけている。しかしながら、北条氏による来た関東諸領主への個別攻撃は、それに止まらず、広がりを見せた。 1586年2月19日、佐野宗綱が長尾氏との戦闘で戦死すると、後継争いが起こり、最終的に北条氏中が養子に入った。また同年、港は広照も北条氏に降伏。下津家聖藩は北条氏の勢力範囲となった。佐竹、宇都宮領氏はこれまで以上に、秀吉への依存を深め、 東国出馬をしきりに申し入れているが、家康との講話問題や九州征抜のため再三に渡り延期された。この間、北条氏は、1587年の総武事例以来は占領用の構えで来たものの、家康の勧めを受け、1588年10月12日の北条氏則上落、秀吉会見により一応服属の意思表明をしたことによって、 と、豊臣大名として位置づけられた。真田氏との領土紛争においても、秀吉の仲裁によって、北条氏に有利な和解をすることになっていた。しかし、秀吉による宇治政、宇治政宇治名をいずれかの上落要求に応えなかったことから、関係は悪化。双方戦争準備にかかる中、1589年11月の、殴るみ城占領事件をきっかけとして、小田原征伐が勃発。 佐竹、宇都宮漁師の長年の要望であった、東国出馬となった、尾田広高、ザゼ,ゼイン・マサソンの生涯日光山の終焉と、神の河合舞津、宮 P228、歳藤霊後斎藤霊後小中根正と、戦国期の東、関東大間壁氏と佐竹氏の関係を中心に、戦国史研究改編、戦国時代の大名と、国周支配、従属、 自立のメカニズムは ISBN978 から 4864033084P85 から 86, P から86ありがとうございます。